とっても素敵な大島つむりでございますね。いいですね。どうぞ皆さん拍手でお迎えください。色がね、いろいろと入っていますね。そうですね、これだけたくさんの、ね、色が入ってる大島つむりですので、あの釣り込み染色っていう技法をね、あの多用してる、大島でございますね。続いては素敵ですね、畑梨沙さんです。どうぞ。はい、古典的な、地焼き大島でございます。可愛い蝶々がね、手まりの中に舞っております。さあ続いては山田美由紀さんです。どうぞ。皆さん拍手でお迎えください。あの一見無地に見えますが、薄いあの十の字のかすりがあの所々に散りばめられております。さあ続いての方は青井ひろさんです。どうぞ。こちらも、非常に手の込んだ、総がすりっていうあの技法を使った大島つむりでございます。白色がね、はっきりと、柄が出ておりますね。さあ続いては阿世知美紀さんです。どうぞ。はい、こちらも可愛らしい、地焼き柄の水玉が、所々に、飛んでおります。ポップな感じですね。はい、飛び次第でね、あの若い方からお年寄りまで受けますね。つけてみたい方がたくさんいるんじゃないでしょうかね。続いてはじめあゆりさん、どうぞ。はい、皆さんご存知だと思いますが、タツゴ柄です。おー、完成が来ました。でも振袖は珍しいですね。タツゴ柄の、振袖でございます。さあ続いては田辺純奈さんです。どうぞ。はい、こちらも、振袖でございますが、桜の花びらが、ちりばめられております。続いては柳原純奈さん。はい、白島ですね。白島の振袖でございます。一幕模様がとても可愛いですね。すごいですね。はい、続いては奄美市の方にですね、鹿児島の方から今インターンシップということで奄美市役所職員として頑張っていますお二方に登場いただきましょう。和田和沙さん、どうぞ。あら、とってもシックなね、この葉っぱがたくさんありますね。帯もシックにまとめてありますね。大人の雰囲気です。続いて同じくインターンシップで奄美市役所職員として今頑張っています韓国からなんと奄美大島に勉強に来てくださってるんですよ、ソン・ダジョンさんです。どうぞ。とっても大人っぽい大島ですね。また帯締めのピンクがワンポイントで、とても効いてますね。さあ続いては大島高校より大変失礼いたしました。続いては成人の皆さんに登場していただきます。大きな拍手でお迎えください。おめでたい。森本みのり子さん、どうぞ。二十歳おめでとう。おめでとう。またこれも変わったね、帯の結びがありますので、ぜひね、皆さん後ろ姿も、ご覧ください。導きの柄でね、身長も高く、見えるという大島ですね。そうですね。続いては田月聖奈さん、どうぞ。こちらも九丸木の大島つむりです。ところどころに御所車が、見えますね。かっこいいですね。かっこいいですね。続いては石上幸乃さん、どうぞ。これまた豪華な大島ですね。ちょっと色目があの変わってますね。ちょっとグリーンの深い色目がとても素敵です。大人らしいですね。そうですね。なかなかね、あの見ることができない大島ですね。続いては和田美奈子さんです。どうぞ。はい、ご存知の方も多いと思います。泥愛大島です。泥合いをします。今ねほとんど作られなくなってしまってますのでね、非常に貴重な一枚です。続いては大瀬遥香さん、どうぞ。これまた豪華な織の振袖ですね。総がすりで非常に手間かかってます。これもハゲキョラウン出ちゃいますね思わず口から。本当ですね。続いては大輝彩香さんです。どうぞ。とても上品な白大島ですね。白大島の中にもまたあの、ね、上品な色目を散りばめてますので、大人の女性にまた一歩近づいたのかなと思います。
気が今までとまた違いますね。さあ続いては2014年紬美人の方々をお招きしたいと思います。拍手でお迎えください。若嶋信子さんです。どうぞ。とってもシックな色大島ですね。ちょっと大柄の大島です。続いては近藤愛さんです。どうぞ。この大島はまた変わってます。これはね、おそらく後から染めた後染めの大島になると思いますね。かすりではなくて染めで表現した大島つむりです。さあ続いてはのりしょうこさんと、そして、娘さんののりすいれいちゃん、お二方にも登場していただきましょう。お嬢さんの着物もね、本当に古い柄だと思いますけどね、リメイクして作られたんだと思います ね、 ね、はい、親子で紬も素敵ですね。もうずっと記憶に、ね、残りますよね。それぞれにね、珍しい大島ばかり登場しております。皆さん柄もまた染め方も全然違いますね。そうですね、はい、ここまでですね、紬のファッションショー